本州のコースと比べると道幅は狭いところもありますが、平均アベレージとかがやっぱ100キロぐらいとか行くんで、他のグラベルのイベントに比べるとハイスピードで、スリリングな感じのコースレイアウトで、緊張感があって楽しめると思います。難しいステージをうまく攻略して最後まで、走りたいと思います。車の調子は、転がってからは万全です。3、2、1、0、はい、右ストレート50、左6から左1オープン、150、右7、すぐ左3、8左3、はい、右6、ロング5、はい、ラリー北海道の CSS が、夜に1本だけあるんですが、一応無事クリアできました。1本しかないんですけど、なんか走り終わったら意外とホッとした気分になりました。3、2、1、0、はい、左5から右5、40、はい、はい、右6、50、右3ロング、すげえですね、はい、40スモールクレスト、すぐ左4、右 0.5 オープン40、はい、左5からクレストオン、右6、30、右4、40、左2、20、ぬたぬた、はい、はい、クローズ2、はい、100フィニッシュ、はい、待って、ウォータースプライドとかもビューっていけるかと思ったらもうめちゃくちゃで全然分かりませんでした。3、2、1、0、左5、30、右4、すぐ左3、左6、120、6です。はい、左6、120、あ、ギアが入んないな。クレスト80、ダメ、どこも入んない、あ、3速入ります、はい、じゃあこれでいこう。左4、300、今回はもう前回前々回とリタイアしてるんで、絶対完走っていうのが2つ目標だったんですけど、実は残り2つは、はい、得意なサーバー、そうですね、まあ、今度はまたタイヤサイズを変えたりだとか、そういうところですね、また車の速くなる要素がまたありますんで、そこはあれですね、次回もまたそれに合わせてセッティングをして、まあ、ハイランドは得意なキャリーなので、ぜひそこでは結果を出さないかなと思うので、はい、ターマークは優勝します、頑張ります。